皆さん、お久しぶりです。わかりみサイエンス、キズナあかりのわかりみ。統計学、ベーズ統計学でよく使うポアソン分布。ポアソン分布といえば、馬に蹴られて死亡した兵士の数、有名ですね。今回はポアソン分布の応用例で有名なボルトキービッチの調査を用いて、ポアソン分布が支配する不思議な世界を紹介しますね。ポアソン分布は二項分布で起こる確率が小さく、思考回数が大きい場合に相当します。二項分布に関しては、わかりみ統計学でゴルトン号の二項分布と正規分布で詳しく解説しているよ。参考にしてね。本日のコンテンツです。ポアソン分布の定義です。ポアソン分布とは、単位時間、時間、日、月などや単位面積などに平均ラムダ回、ランダムに起こる事象が単位時間内や単位面積内に k 回起こる確率の分布 PO ラムダのことです。そして確率変数ラージ X はこのような確率関数に従います。ポアソン分布の期待値と分散は共にラムダです。ここでポアソン分布の確率関数 E はネイピア数 E イコール 2.71828 で、 K びっくりは K の階乗を表します。マキさん、 K びっくりは英語でなんて読むの？ファクトリアル。 K ファクトリアル equals 1 times 2 times 3 times and so on times K minus 1 times K。 Thank you so much。マキさん、ありがとう。ポアソン分布をグラフにしてみました。左側は、平均ラムダイコール 0.8 における、K の値を変化させた時のポアソン分布の確率関数です。また、右側は、ラムダイコール1、2、3、4、5のポアソン分布の確率関数を示しました。ラムダが大きくなるにつれて、期待値と分散が大きくなり、確率質量が小さくなり、確率分布が正規分布に近くなっていく様子がわかります。歴史的に有名なポアソン分布の例題、ボルトキービッチが調査したプロイセン陸軍で馬に蹴られて死亡した兵士の数のお話です。ボルトキービッチはドイツで活躍したロシア人統計学者です。ボルトキービッチは1875年から1894年までの間に200の騎兵隊軍団を調べて、馬に蹴られて死んだ兵士の数の調査を行ったそうです。その結果は、この表のようになりました。死亡した兵士数は、K の値、0、1、2、3、4、5以上です。この死亡した兵士数 K に対応する軍団数スモール n の値の軍団数がラージ n です。総軍団数ラージ n は、200でした。死亡した兵士数 K における軍団数を、総軍団数ラージ n で割った比をスモール p とします。死亡した兵士数 K と、各 K に対応したスモール p をかけると各 K における平均値になります。これらの平均値の総和が全平均値ラムダです。ラムダイコール 0.61 でした。ポアソン分布の確率関数に値を代入してみましょう。ポアソン分布の確率関数に2代入する値は、 K の値0、1、2、3、4、5とラムダイコール 0.61 です。 R で計算しました。 R のポアソン分布の関数はディーポイズ関数を使います。簡単ですね。ボルトキービッチの調査で得られた観測値とポアソン分布で求めた値が一致していることがわかりますね。さらに図にしてみました。よく一致してますね。以上のことから、死亡した兵士の数 K に対する死亡確率 P はラムダイコール 0.61 のポアソン分布に従うことがわかります。馬に蹴られて死ぬというような偶然の極みのような確率現象にも数学法則が降り注いでいるんだね。不思議。ポアソン分布のポアソンとは人の名前です。ポアソン分布はポアソンが1838年に確率論とともに初めて発表したということになっていますが、ポアソン分布はすでにロモアブルが知っていたそうです。これもスティグラーの法則だね。スティグラーの法則はわかりみ行動経済学の動画でゆかりさんが紹介してます。スティグラーの法則とは、ある発見に誰かの名前がついているときは、きっとその人が第一発見者ではないという法則です。面白いお話です。ぜひご視聴ください。今回はポアソン分布の内容をボルトキービッチの調査という例題で紹介しました。今後ともわかりみサイエンス
キズナあかりの分かれ目統計学。よろしくね。あゆ浜崎です。いつも私の可愛い娘たちゆかり、あかり、まき、立夏の分かれ目サイエンス。ご視聴ありがとうございます。分かれ目サイエンスでググってみてくださいね。たくさんの動画が出てきますよ。チャンネル登録よろしくお願いいたします。